2019年大阪府知事選挙は2019年4月7日の第19回統一地方選挙において投開票が行われた大阪府知事を選出する選挙である。公選第18から19代知事を務めた松井一郎が大阪市長選挙へ倶外出馬することに伴って執行される大阪府知事選挙である。大阪維新の会からは 公選第20代大阪市長を務めていた吉村博文が出馬し、その対抗馬として自由民主党が橋本徹と松井一郎の下で副知事を務めていた小西定一を擁立し、推薦を決定した。また公明党大阪府本部、立憲民主党大阪府連合、日本共産党大阪府委員会、ブラック解放同盟が小西を支援することを決定。 大阪維新不正の継続か否かをめぐる戦いとなった。大阪府知事選挙が統一地方選挙に内包される形で執行されるのは1999年の第14回統一地方選挙以来20年ぶりとなる。2019年3月3日に松井は出直しクロス選挙に臨む考えを示した。出直し選の場合、当選しても任期満了時に 再び市長選が実施されることから、松井は知事のまま出直したら、もう一度11月に選挙をしなければならない。税金を預かる僕としては、これほど効率の悪いことはないと、出直しクロス選挙に出る理由を説明した。朝日新聞は、4つの選挙を同日にすることによって、機運を盛り上げ、議会選で単独過半数を目指す戦術に他ならないと評価し、毎日新聞は、 地方自治制度に対する二重の配信と批判した。在界は2025年大阪、関西万博の誘致活動で醸成された官民の密月関係を万博の準備に向けた少年場だけに継続したい考えを示している。当日有権者数721万3730人、最終投票率49.49% 49。ありがとうございます。